GX-9 は、マツダが製造、販売しているクロスオーバー SUV である。2007年発売。北米市場において、MPV の実質的な後継車種となる3列シート7人乗りの大型 SUV である。ミニバンの需要が縮小傾向にある。北米市場では、従来のミニバンに変えて3列シート下部を投入するメーカーが増えているが、マツダもその中の一つである。 デザインは、同社の中型株である CX-7 によく似たものであるが、直接の派生車種ではない。プラットフォームは、アテンザや CX-7 などで使用されている、フォード c d 3プラットフォームの拡大版である。エンジンは、フォードサイクロンエンジンのマツダ版である V があった6気筒、マッチを搭載。当初は3.5リットルであったが、2008年モデルで、 早くも3.7リットルに置き換えられ、最大出力が263馬力から273馬力にアップした。なお、この3.7リットル版のマッツは、マツダの本社工場で製造が行われる。また、トランスミッションは、アイシン・オータムウィンター製の 6AT が組み合わせられる。アメリカのモータートレンド誌で、ビュイックエンクレーブや日産ローグを下して、 SUV オブザイヤーとなり、さらに2008年の北米カーオブザイヤーを受賞した。日本車がこの賞を受賞したのは2006年のホンダリッジライン以来のこと。2009年3月、ニューヨーク国際オートショーでマイナーチェンジしたモデルを公開。内外装の変更を受けた。2012年9月、オーストラリアで開催されたオーストラリア国際自動車賞でフロント周りと リア周りを大幅に刷新された改良モデルがワールドプレミアとなり、その翌年の2013年より北米を皮切りに発売を開始した。フロントマスクについては、マツダの新しいデザインアイコンである、魂道、送料部モーションの要素を取り入れた造形となっている。3.7リットル V6 プラス 6AT のメカニズムに変更はない。エンジンは、先代の V6 に代わって、 新開発のスカイアクティブ G2.5 リットルターボを搭載する。これにより、六気筒エンジン搭載のマツダ車の製造が終わる。u s a t o d シミニバンズ PRESENCONROADSSHRINKSASCROSSSOVERSRISE-USATODAY.COM に マツダ、V 型6気筒エンジンと直列4気筒エンジンの混流生産を実現、2008年1月23日取得。マツダ、ニューヨーク国際自動車ーに、新型クロスオーバー SUV、マツダ CX-9 を出品マツダ、北米向けクロスオーバー SUV 第2弾、マツダ CX-9 の生産を開始、マツダ CX-9。 2008ノース、アメリカントラックオブザイヤーを受賞、ニューヨークモーター賞09マツダ CX-9、北米専用 SUV が、マイナーチェンジ新型、マツダ CX-9 を、オーストラリア国際自動車賞で世界初公開、マツダ、ロサンゼルスオート賞にて、新型3列、ミッドサイズクロスオーバー SUV、マツダ CX-9 を、世界初公開、マツダ、 新型、松田 CX-9 の生産を開始。ありがとうございます。